秋保電気鉄道は、かつて、宮城県仙台市の長町と、道県名取郡秋保村の秋保温泉を結んでいた、鉄道である。略称は、秋保電鉄。1961年に全線が廃止された。秋保温泉を利用する当時客の旅客輸送と、秋保で産出される、業界岸の秋保市の貨物輸送を目的として、1914年に、 長町秋保温泉間で、馬車軌道、秋保石材軌道として開業。1925年に電化を完了して、以後は秋保電気軌道、1944年に秋保電気鉄道と解消して運営された。戦後は設備の老朽化や、利用客の減少などにより経営が悪化。1959年、仙南交通自動車と合併して、 戦南交通秋保線と改装、1961年に廃止された。廃止時点のもの、秋保への鉄道敷設を目指す計画は1911年に始まる。この年、秋保村の佐藤慎之介と奥人が、発起人となり、内閣総理大臣及び内務大臣に当てて、名取郡も崎の東北本線長町駅前から、張り鳥、モニワを経由して、 秋保の湯元に至る馬車鉄道の建設認可を求める申請書が提出され、これに対して1912年に特許状が発行された。発起人総会や創立委員会の開催を経て、1913年6月に資本金20万円をもって秋保石材軌道株式会社が発足し、同年8月から軌道の付設工事が進められた。これと前後して、 秋保の石材会社の取り込みや陸上当線開通前に宮城県内で小型と古川を結んでいた古川馬車鉄道からの軌道設備などの買い取りが行われた。1914年10月に秋保からモニュアの間の工事は完了し、同年12月には全線が開通した。当初設置された停車場は長町、富沢、鍵取大白山。 もうには、北赤石、湯本の七つで、それらの構内は、馬車の行き違いができる構造になっていた。路線はおおむね、改正鉄道付設法別表の、本州の部21、宮城県長町より、青根付近に、イタリル鉄道に沿って付設されており、長町赤石館は、笹谷街道、赤石秋本線間は二口街道という、江戸時代からの街道に沿っていた。 馬は会社でなく魚車の所有であり、カーブで魚車が吹くラッパの音から、とて馬車との相性があった。秋保石材軌道はその名称の通り、石材の運搬を主目的に建設されたが、開通後は、秋保の鉱山で採掘された鉱石や、沿線で切り出された木材の出荷にも利用された。秋保石については、鉄道員に対して、輸送費用の割引を請願し、これが認められるなどして、 販路の拡大に成功した。また、秋保村においてこの軌道と接続する乗り合い馬車が運行されるようになるなどの交通事情の変化をもたらした。しかし、馬車鉄道であるがゆえにそれほど早くはなく、時刻表による長町秋保温泉間の所要時間は2時間20分程度であったが、運用した馬の調子によって前後した。そのため、旅慣れた者の,の急ぎ歩きで要する時間とあまり、 変わりなかったという。こうした状況にあって、秋保石材軌道は1917年に路線の電化と軌道の改良を決定した。新株が発行されて、会社の資本金は80万円となり、電力会社との契約や、鉄道員と内務省に動力変更の認可申請を行うなど、準備が進められた。百二十二年に秋保石材電気軌道株式会社、 1925年には、秋保電気軌道株式会社へ改消し、工事費として借り入れた20万円をもって、電化工事と軌道工事に着手した。工事にあたっては、同年4月11日から軌道の営業を約2ヶ月間休止し、6月14日から電車や電気機関車が新しい軌道を走り始めた。この時、 秋保電気軌道が保有していた車両は、電気機関車2両、定員36名の旅客用、電車3両、定員40名の旅客用、付随車2両、2トンカ車8両、3トンカ車2両であった。路線の改良によって、秋保と長町の間は、約1時間20分で結ばれ、1日20往復の列車が運行されるようになった。以前は、石材が主だった。 輸送の内訳も、この頃になると、コンクリートの普及によって、石材の需要は低下し、反対に、旅客は増加したために、価格が逆転した。1926年には、沿線の働きに、ボートやテニスコートを備えた、遊園地が開園した。1936年になると、この年に開通した仙台市電長町線と秋保。 電気軌道の線路が長町で接続されて、仙台市電の車両の一部が、秋保電気軌道の車庫を利用した。1937年に、地方鉄道補助法が改正されると、秋保電気軌道を地方鉄道に昇格させる陳情が行われるようになった。太平洋戦争中の1944年に、これが実を結び、秋保電気鉄道へと名を変えて、地方鉄道となり、 小戦との間に連絡運輸を結んだ。戦後になると、車両メーカー手持ちの注文流れの新車を3台導入、沿線の三上方の旧陸軍幼年学校に、戦災で校舎を失った、旧制、第二高等学校が移ったことから、通学利用者により、長町と西多賀の間では、列車が満員になるほど混雑し、この区間の水を発するほどだったという。しかし、 旧制二校が東北大学に統合され、1958年に川内に移転するなど、利用者数は減少の一途をたどった。経営再建のため、軌道のさらなる改良と仙台駅前への路線延伸、仙台市への譲渡他社との合併の三つの案が検討された。当初は路線延伸案が有力視され、秋穂村もこの案を期待したが、頓挫した。次に、市は、 市内交通の一元化と設備近代化のために買収を計画する。秋保電鉄がかねてから老朽化した設備の改善を仙台陸運局から指摘されていたことや、沿線である当時の秋保村と大出村、秋保村観光協会から買収の請願を出されていたことも要因だった。仙台市交通局に統合、インターアーバンとして仙台市電と一体化して、 直通運転するという具体案も出され、長町駅に市電との連絡線を設け、電車の直通試験が行われたこともあったほか、買収価格や詳細も決まっていたと言われている。市議会でも案が採択されるまで進んだものの、1953年6月の市議会で買収反対派が巻き返し、否決された。営業末期の1950年代後半には、 沿線の仙台市南部の宅地造成が始まり、朝夕は通勤客で賑わうなど、観光電車より通勤電車としての姿も見え始めており、造成地に新駅も設置されたほか、本格的な高速鉄道への企画向上も検討されたが、悪化した経営状況の中で、鉄道線への設備投資を最小限に止める方針を取ったため、ボギー車が放されたものの、最後まで、 トロリーボール終電、バッファー付きのネジ式連結機、スタッフ閉塞方式のままで、同時期の仙台市電が、全車ボギー車、パンタグラフ終電化、自動信号化を完了していたのとは、対照的であった。秋保電鉄は、仙台市内での路線バス事業への転換を拡作、市内でのバス事業拡充を望んでいた、仙台交通自動車との合併が決まり、1959年に、 船内交通株式会社となり、船南交通空き補選に解消された。合併後は直ちに路線バス事業への転換を進め、1960年に鉄道事業の廃止が決定された。翌1961年5月7日をもって営業を取りやめ、翌8日に閉業式が取り行われた。ただし、設備の撤去工事のため、8月まで臨時運行を続けた。 年を減るごとに旅客輸送実績が低下している。客数減で営業収入を営業費が大きく上回るようになり、1960年年度には従業員数をほぼ半減したにもかかわらず、営業係数162と末期的症状を来しているのが見て取れる。戦南交通との合併後、多額の投資を必要とする高速鉄道化を、 行わずに丁寧な投資で住むバスに転換したのは、賢明な選択だったと言える。年度別実績事業者名等は、秋保先廃止時点のもの。仙台市電の秋保電鉄前は、秋保先廃止後に、長町市小前、1970年頃に、長町市所前と解消された。電動客車の形式は、すべて、マハを名乗っていた。通常は、もはや、デハが多いが、 当選はおそらく全国で唯一、マハである。来歴は不詳。1951年に開版を実施し、東北地方鉄道協会による不番方式で、電動客車、マハの形式を廃止、モハに改めた。付随客車は従来通り、サハである。二軸の単車は100番台、木造ボギー車は1000番台をつけた。反抗性ボギー車は、 本来2000番台だが当線では1000番台をつけていた。ネジ式連結機を装備して電動車と付随車で連結運転し、折り返しでは着回しで車両の入れ替えを行った。1951年頃まで客車、貨車を一緒に連結する混合列車が多かった。電動車は直接制御機装備で、総括制御は不可能、終電装置は トロリーポールを一本屋根中央に装備し、折り返しでは後ろに180度回して、反対方向にセットする、いわゆる、ポール回しを行った。電動車、付随車ともにハンドブレーキ乗用で、エアブレーキは装備していない。圧縮空気がないので軽音機は、フートゴングを使用する。以下、順に記すが、うちは、各車両の階板の履歴。 電動客車電動客車のボギー車化について、乗り心地の向上と老朽化した軌道への負担軽減を狙って二軸のブリル 21E、短大車から、東京都交通局で余剰のキロバイトマイナス27、が戦い床式台車を、十二ミ3 7 2 m、mm、m から 1067mm に、改め機して装備、ボギー車化した。 エアーブレーキを装備しないので機器類が少なく全長約8メートルの車体でボギー車化した結果床下は台車でいっぱいだった。5両を試行する予定だったが経費の面で4両で終了した。ボギー車化を担当した技術者は当時大学生で後に仙台市交通局に入局して400系の一部に使用された新型台車に 直角カルダン駆動方式やスリップ予防のために、心ざら位置を駆動リンガーに寄せてより大きな荷重をかけるマキシマムトラクション式を採用したり、木造単車1系の車体2台分に新型台車3台を使用した連接車300型を開発、さらに現在の仙台市営地下鉄建設の技術面での指揮を取ることになる。電動客車付随客車1960年当時前。 路線、線南交通を経て、宮城交通の路線となっている。全線開通の後、川崎町内の青ネオン線へと至る路線延長が計画され、特許も取得していたが、実現しなかった。2007年7月、仙台市内で発見された、仙山電気鉄道秋歩笹や峠幹線路とおさず、作成によって、路線を山形県まで延長する計画が存在していたことも、 判明した。これは、川崎町から笹谷峠を越えて、山形駅を経由、終点を神町駅とするもので、途中には、野上、古籍笹谷の各駅が置かれる予定だった。秋保は、秋保とも言う、ありがとうございます。